はい、こんにちは。プロダーツプレイヤーの有原龍太です。本日はですね、こちらやってみたいと思います。ハウスダーツでカウントアップをやりたいと思います。何点出るかっていうところですね。何点出ると思いますか？予想してくださいね。僕は点々出るんじゃないかなって思ってます。多分ですけどね、出たらいいなぐらいです。じゃあ早速挑戦していきたいと思います。見てってね。よろしくお願いします。危ない。ガー今2投目が終わりましたよ。もう一回やってもいいですか？もう一回やりましょうか。もう一回やりたいですよね。あ、もうちょっと次出そうな気がする。やめねえ。あそこも行ったでしょ。1077点出ました。イエーイ。はい、ありがとうございます。どうでしたか？予想してた点数より高かったですかね、低かったですかね。一応2回目ですね。1077点は2回目のトライでした。1回目は919点でした。ハウスダーツやっぱり投げれますよね、多分ね。全然投げれます。昔聞いた話ではこれで試合出てる人いたっていうのを聞いたことがあります。でもそれぐらいでもハウスダーツってめちゃめちゃ劣ってるわけではないと思って、
よかったらみんなもパスダーツで練習してみて、カウントアップやってみてください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また質問とかやってほしい内容などあったらコメント欄にどんどん書いてください。ではまたお疲れ様でした。バイバイ。